マシュー・エドワード・ダイアズは、オレゴン州ポートランド出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。一般的にディアズは、ディアスと発音されるが彼の場合、ダイアズと発音する。1999年、MLB ドラフト17巡目で、タンパベイデビル・レイズから指名され、6月24日に入団。2003年7月19日のテキサス・レンジャーズ戦で、メジャーデビュー。 わずか4試合の出場で打率111に終わった2005年2月22日にウェーバーでカンザスしてロイヤルズへ移籍同日 FA となり2月24日にロイヤルズと再契約した34試合の出場で打率289をマークしたオフの12月19日にリカルド・ロドリゲスとのトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍 2006年は、主に対左投手用の外野手、代打として打率。327.7本塁打、32打点、オプス、839をマーク。5.8月に打率4割をマークし、シュアな打撃を披露。また、8月12日から14日には、ナショナルリーグ史上3人目となる10打席、連続安打をマーク。それまで、マーカス・ジャイルズが保持していた。 球団記録を一試合更新した。ちなみにこの年、メジャー昇格後、初めて、ファーストとしてプレーした。2007年は前半戦こそ、左打ちのウィリー・ハリスと、当主の気球でや状況に応じて、出場機会を分け合っていたが、後半戦に入ると打棒が爆発。そして、自己最多の135試合に出場し、規定打席不足ながら2年連続の打率3割以上と、 なる打率338.12本類が45打点オプス865と抜きなみ自己最多をマークした2008年は左膝を故障し6月以降は9月28日のヒューストンアストロズ戦の出場のみに終わった2009年は左投手に対して打率412同オプス1.103と打ち込みシーズン本塁打打点オプスで 自己ベストの数字を残したほか、初の二桁盗塁も記録。終盤は、右手親指を痛めながらもプレーを続け、最終50試合では9本塁が、オプス998を記録した。2010年12月2日に、FA となり、12月14日に、ピッツバーグパイレーツと2年契約を結んだ。2011年8月31日にトレードで、アトランタブレーブスに復帰。 2012年10月29日に FA になり、12月26日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。2013年3月17日に解雇され、3月25日にマイアミマーリンズと契約を結ぶ。10月31日に FA となった。2014年2月5日に現役引退を発表した。 ポジションは主にレフトで、ファーストも守ることができる。左右両投手ともに打ち分けているが、特に左投手に強い。あまり敷居を選ばないため、打率の割に出塁率が低い。ありがとうございます。